理解を得ていきたいと思っております。大久保さん、中で支援者の方からもありましたが、議員辞職をやはり一旦すべきだという声もありました。これについてはどのようにお考えですか。やはり比例復活である以上、民主党を支援していただいた皆様の力によって議員になった以上、議員を辞職すべきだと、意図をするのであれば辞職すべきだという声は最もなことであり、それに関してはしっかりと受け止め、真摯にお詫び、しかしそれの上でそれを超えるだけの活動をしていきたいと思っております。すみません、ちょっと事務的な話になるんですが、民主党側がその横浜先生の離党を認めない場合、横浜先生は政治団体には政党交付金が取り続けることになりますが、政治団体の解散の考えはありますか。今後その神奈川県11区総支部にどなたが総支部長になられるか分かりませんので、その方がなられたらその判断だと思うんですが、そういったことがなきままもし降りてくることがあれば、私自身は使いませんし、他の県議指揮の方の活動のために使っていただきたいと思っております。返上するということですね。返上といいますか、もし降りてくるのであれば、それに関して私が使うことなく、今後県議指揮の方々が神奈川11区において活動する必要がありますので、そちらに使っていただきたいと思っております。明日はどういった形の会見になるんでしょうか。明日は本日その有権者の方、一番支援していただいている皆様に説明を終えた後ですので、あとは国民の皆様、私を比例復活させていただいた方は横須賀三浦だけでない、南関東全域、そして日本全体の方だと思っておりますので、その皆様にしっかりと説明したいと思っております。その横久米さんがですね、今までその実現できなかったことが離党すればですね、要はできるようになるんじゃないかという趣旨のことをおっしゃられたと思うんですけれども、それについてですね、今日会場に来られた方から、逆にそんなことをしてしまうと意味がないというような発言ありましたけれども、それについてはどのように受け止められてますか。やはり一匹狼、または一匹猫になってしまっては何もできないと、そういったもっともなご意見もいただいたんですが、ただ現代の政治において一匹で一人であっても、国民の皆様と意思を同じくして、国民の皆様の思いを集めて、それを政権与党にぶつけていく、届けていくと、そういった手段はあると思っておりますので、私が一人であっても政策実現のためにできる全力を尽くしていきたいと思っております。地方議員や民間の有識者の方との連携ということをおっしゃってましたが、具体的に何か接触している方はいますか。はい、現時点でもその各地に市議会においてその無所属、もうどの党とか関係ないと、市民のため国民のために尽くしていきたいと、そういう思いで同世代の議員がおりますので、そこと連絡も取り合って会って連動もしておりますし、今後そういった議員の方だけでなく民間の方も含めて若い世代を中心に高まりを見せていきたいと思っております。党の執行部が認めないと離党はできないんですけれども、その見通しというかどのように説得を続けていくかと思いましょうか。その形式的なこととして離党届を受理するか否かは幹事長そして役員会の権限ですので、そこを私が致し方ありませんので、ただ私としては撤回の意思がないこと、そしてそれを受理して離党なり除名なり処分をしていただきたいことを継続的に求めていきたいと思っております。よろしいですか。お願いします。すみません、重複になってしまうかもしれないんですけれども、今後、内閣不信任案が提出された場合、それに対する対応はどのように考えていらっしゃいますでしょうか、ご自身。その現在の政権運営、政党運営を是とすることができずに離党するわけですから、現時点で出されたらもちろん賛成、ただ出すタイミング、出す理由によって総合的に考えさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。現時点では賛成ということを。そうですね、今日明日でもし出されることがあれば賛成取りたいと思っております。ありがとうございました。はい、